みなさんこんにちは。松陽柏台病院の公式 YouTube チャンネルへようこそ。今回は大変長らくお待たせしました PT のみんなでやってみようシリーズの動画です。さて今回のテーマは前回と同様の腰痛についてご説明していきたいと思います。今回取り上げる腰痛は特異的腰痛といわれる腰痛の原因がはっきりしている腰痛です。腰痛を引き起こす病気にはヘルニアや脊柱管狭窄症、滑り症などが挙げられます。つまり特異的腰痛とは疾患に起因した腰痛ということになります。今回はこの特異的腰痛について説明いたします。そして次回の動画では各疾患における腰痛予防のストレッチや運動を紹介いたします。ではご覧ください。腰痛第2弾特異的腰痛について、皆さんこんにちは。松陽柏台病院の理学療法士がお届けするみんなでやってみようのコーナーです。大人気コーナーの第2弾は特異的腰痛についてお届けしていきたいと思います。特異的腰痛とは、特異的腰痛とは前回の動画でお届けした非特異的腰痛とは違い、先生の診察やレントゲン、MRI などで原因が特定できる腰痛のことを言います。具体例としては椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、感染性脊椎炎、脊髄腫瘍など様々な種類の疾患があります。特異的腰痛は赤信号の腰痛と言われており、最悪の場合は手術をしなければいけないケースもあります。だからといって慌てる必要はありません。近くの病院に受診し原因を突き止めることが大切となっていきます。これからいくつかの特異的腰痛について説明していくので参考にしてください。腰椎椎間板ヘルニア。腰椎椎間板ヘルニアは椎間板ヘルニアの中で最も多く、20から40歳の男性に多く発症すると言われています。腰椎椎間板ヘルニアでは椎間板が突出あるいは脱出し、腰の神経が刺激されることにより生じる疾患です。前屈した際に痛みが増悪するのがヘルニアの傾向としてあります。また座骨神経痛の原因となることも多く、一足下肢の放散痛、感覚障害、脱力なども生じる場合があります。ヘルニアと診断され手術になるから怖いと思っている人は多いと思いますが、手術が必要となるほど症状が悪化してしまう人は 20から30% と言われており、70から80% の人は保存療法で改善することが多いと言われています。腰部脊柱管狭窄症。腰部脊柱管狭窄症は腰椎の加齢変化により腰の神経が圧迫されることが原因で起こる疾患です。50歳以上の有病率は 10% を超えていると言われています。腰部脊柱管狭窄症の症状としては、長時間の歩行、立ちっぱなしなどで足にしびれが生じてきます。しびれに対しては前かがみになる、休憩を入れるなどすることで緩和することが多いです。この症状を腰部脊柱管狭窄症に特徴的な間欠性跛行と言います。圧迫骨折。圧迫骨折、椎体骨折とは背骨の骨が外力により骨折してしまう病気です。骨折の原因は中高年齢者のように骨の強度が低下する骨粗鬆症によるものや、交通事故や転落などによる強い外力によるものなど、様々な原因で骨折が起こります。骨粗鬆症に起因して生じる骨折では、胸椎と胸椎の移行部で発生しやすく、年配や低身長の原因となる場合があります。分離症、滑り症。体の柔らかい小中学生の頃にジャンプや回旋を行うことで腰椎の後方部分に亀裂が生じてしまう病気です。スポーツ活動による椎体の疲労骨折が起こっている状態です。症状は基本的には腰痛、お尻から大腿後面の痛みを生じることがあります。また下肢の放散痛、感覚障害、神経性間欠性跛行などが見られることがあります。
一般の人では 5% ほど、スポーツ選手などは 30-40% の人が分離症になっていると言われています。特異的腰痛は非特異的腰痛と違い、放っておくと最悪の場合神経症状が出現し歩行が困難となってしまうケースもあります。なので大切なことはまずは病院に行き原因をしっかりと判明させることが大切になってきます。疾患に応じて先生からいろいろな意見を聞き、保存療法、手術療法など様々な治療法から一番最適な治療が見つけられるようにしていきましょう。いかがでしたでしょうか。特異的腰痛について理解できましたでしょうか。次回はヘルニアに起因する腰痛に対する運動やストレッチ方法をご紹介します。ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次回をお楽しみに。